おうちでシネチラ始まりました。なんで笑うの？なんかすごい絞り出たみたいな、おうちでって感じでした。シネマチュラリズム MC、俳優映像制作しております曽我正臣です。本日もよろしくお願いいたします。はい、どうも皆さんこんばんは。シネマチュラリズム MC 役所をしてます久保田俊樹です。よろしくお願いします。シネマチュラリズムマスコットキャラクターのちびばなんです。よっしゃっしゅーしゅっしゃっすー。はい、シネマチュラリズム MC をしております、役者もしてます郷田彩奈です。今日もよろしくお願いします。じゃあ突然ですが、お二人はお酒は好きですか？大好きです。大好きですか？まあまあ好きですね。まあまあ好き。飲みたい、もう飲みたい。飲みながら話したい。そうよね。今日は一回そういうことにでもいいのかもしれないけど、はい、お酒の話からちょっと始めようと思った理由はですね、今日紹介させていただく、映画のタイトルが酔いどれ東京ダンスミュージックという作品で、はい、なるほど。なんかもう、もうその酔いどれ東京ダンスミュージックを普通に言えないんですけど、なんかもうあの音程で言ってしまいそう。ああ、関西電気法案協会みたいな。それ関西人しかわからんじゃん。なんかよく聞くやつだ。劇中に出てくる音楽でね、このフレーズがあるんですね。紹介させていただくのは、まあ普段劇映画が多いんですけれども、まあ今回ドキュメンタリーということで、ドキュメンタリー紹介させていただくのって3本目ぐらいですかね。そうですね。結構だいぶ久しぶりですよね。この後ですね、監督にゲストとして来ていただいてますので入ってきていただきたいと思います。はい、では早速入ってきていただきたいと思います。どうぞ。はじめまして。よろしくお願いします。ヨイドレ東京ダンスミュージックを撮りました永瀬優衣です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずですね、監督について何点か質問をさせていただきたいと思うんですけれども、監督は、大学時代は、東京芸術大学の方で映画を撮られていたということなんですけれども、映画を撮られるきっかけっていうのは何かあったりしたんでしょうか？大学の専攻時代はその映画専門っていう感じではないんですけど、映像作品を作る授業とかがあって、それで撮影して楽しいなと思って、もうちょっと撮りたいなって思ったのがきっかけです。あ、映像自体に興味持たれたのは、その大学に入られたのは何でだったんですか？大学は現代美術の方みたいな、そういう感じのところなんですけど、そういうものは結構好きで、ただなんか自分の考えてるものをどういう形で作るのがいいのかっていうのは悩みながらだったので、学校自体はいろんなことを勉強させてもらえるので、それは授業のカリキュラムに入ってることなので、なんか自分に合う表現をつまんでいくって感じです。あ、模索されてたんですね。あ、じゃあもともと映画監督をされようと思って大学に入られたっていうわけではなかったっていう？あ、そうですね、全然あんまり思ってなかったです。結構現代美術っていうことは映像中心に撮られてたんですか？最初はインスタレーションっていう、なんとなく分かる方は分かると思うんですけど、空間芸術みたいな感じの作品を作ってたんですけど、ちょっとあんまりしっくりこなくてっていう感じです。今回の作品が映像作品初めてっていうわけではなかったんですか？短いのは2つ3つぐらい撮ったことあるんですけど、そうですね、30分超えるようなのは初めて撮りました。それはドキュメンタリー作品だったんですか？半分ドキュメンタリーみたいな感じです。なんかみんなモキュメンタリーって言うけど、それとも違うんですけど、自分の実話とその想像してる、フィクションとノンフィクション。はい、でもただちょっとあんまり一緒に作品撮るような友人がいなかったので、一人で撮れる作品っていう感じで、あんまりなんかだからモノローグの淡々とした感じの作品でした。あ、そうなんですね。まあ、本作でも監督のナレーションとかあるんですよね。そうですね。結構監督もお酒が好きなのかなって感じられるようなシーンとかもあったりして、はい、実際どうなんですか？お酒は結構飲まれるんですか？お酒好きです。ちょっと今も緊張して飲みたくなって
いやもう飲みましょう。今日飲みましょう。遅れるなら全然いいです。飲みましょうこれ。飲みましょうか。いやいいですね。めっちゃいい。いや。実はもう飲んでらっしゃったとか。入ってちょっと一本飲んだんですけど。割とあれなんですかね。コミュニケーションツールというか人と話すときはなんかお酒。ある方がいいなっていうタイプですか？そうですね、完全にそういうタイプで、あんまりお酒ないとちょっと喋るの苦手なんででも私もそういうタイプなんで分かります。気にせずガンガン飲んでください。こちらの作品のあらすじの方をですね、監督からお話しいただきたいと思います。バンド真っ黒けボックスの大月ひろのりは、上京してから32年会社員として働きながら音楽活動を続けてきた。かつてテレビ番組イカ天こと三宅裕司のイカスバンド天国にも出場し、同世代や憧れのミュージシャンとも共演してきた大月は、今仕事中と睡眠中以外はだいたいそばにお酒がある、そんな生活を送っているっていう感じなんですけど、そういう真っ黒けボックスっていうバンドの大月ひろのりさんっていう方がいるんですけど、その人が酔っ払ったり歌ったりお話ししたりと、そういう映画です。一人は幸せで悲しいよね、まあ、寂しいけど、まあ、たまに褒められてもいいですよね。本当に辛い人生ですから。あまた森尾さんとのライブタイトルで酔いどれ東京ダンスミュージックってライブタイトルで決めたんだよね。ただ昔見てた人はなんか昔のラッポさがないとかそういう人いっぱい言うし、しょうがないよ。だってもう後戻りできない。酔いどれ東京ダンスミュージック、若き父と母に抱かれ歩く三軒茶屋の坂、酔いどれ東京ダンスミュージック、いつか来たこの道を踊るように歩く。酔いどれ東京ダンスミュージックを作られたきっかけをお話しいただけますでしょうか。大月さんとの出会いですね。そうですね、はい。玉野ちくとしあきさんが好きなんですけど、ちくさんを知ったきっかけはちょっと別にあるんですけど、ちくさんのライブに行きたいなと思って、で一番近いライブを探したら大月さんが主催してるライブだったんですけど、それに行った時に大月さんのことは知りました。その日はちょっと酔っ払っちゃったんですけど、あんまり覚えてないんですけど、また1ヶ月後ぐらいにたまたま駅で、その時住んでた最寄り駅で大月さんのことをお見かけして、それが出会いのきっかけです。あ、監督からお声掛けされたんですか、大月さんに。あ、そうですね、あのその日はその日も酔っってたのでお互い酔っ払ってたんです。大月さんもライブの後だったみたいで、私も終電で帰ってきてたんですけどなんか前に、あ、この前見たことある人だなと思って、なんか普段は全然声かけないんですけど、なんて声かけたんですか。大月さんですよねってびっくりされてなかったですか、向こうは。びっくりしてました。なんか今思うとすごい怖いよねと思って申し訳ないんですけど、すぐに打ち解ける感じがあって、一緒にちょっと飲みました。その時も結構盛り上がって飲んだんですか。そうですね、その時はコンビニでビール買って、でも実は大月さんのお家に行って、言っても自己紹介して初めてその まま家行ったんですか。
なんか行く方も行く方だけど呼ぶ方も呼ぶ方そうです。どっちもどっちか。まあとりあえず飲もうやってなったんですよね。ね、なかなかそこまで意気投合するってないっすね。すごい。多分なんかお互いその本当に何かしら感じるものがあったんでしょうね。なんかすごい気が合いましたね。すごいですね。年齢も性別も違うというか、ね、属性が違う。かなり離れてますよね。うん。うん、大月さんってすごい不思議な魅力がある方で、うん、なんかあんまり警戒心を抱かせないタイプだって思う。なんかそういう感じがしたからだとは思うんですけど、うんうん、からそこで知り合って、まあ、なんかそのドキュメンタリー撮るみたいな話になっていったのって どれぐらいしてからなんですか。そ、うん、れの1年後ぐらいだと、うん、ああ結構間が空いてたんですね。そうですね、うん、1年の間はあ飲み友達というか飲みなんか大月さんのライブに行かれたりとかっていう感じだったんですか。なんか大月さんが結構連絡くれるんですけど、うんうんうん、いやちょっと断ったりとかまあ都合が嫌、ね、だからとかじゃなくてね嫌だからとかじゃなくてでもなんか時々飲んだり大月さんのお友達とかも一緒に飲んだりとかして、うんうんうん、とその1年間の間でな何か心境の変化があって撮ることになったのか、それとももう撮ろうって決めて1年何かいろいろ準備をされてたのかっていうのはどういう感じだったんですか。大月さんを撮ろうって思ってはいなくて、その1年は、うん、まあ、ちょうどその卒業制作のタイミングだったっていうのもあるんですけど、その1年後ぐらいが、うん、なんか何作ろうかなと思って、でも映画を撮りたいと思ってて、うん、でも劇映画は役者さんとかいろいろスタッフとかって考えると、あちょっと自分には今無理かもって思った時に、うん、すぐパッて思いついたのが、あ大月さんいるじゃんと思って、あの人なんか気になるんだよなと思って、ですぐにお願いしました。はあ、なるほど。うん、まあじゃあ1年間築いてきた人間関係もあって、そこからのお願いだったっていう感じですかね。あそうですね。それって大月さんにドキュメンタリー映画を撮らせてくださいみたいな言った時って結構快く引き受けてくれたんですか。あいやなんか全然あの僕なんかでいいのみたいな感じ、うん、でも全然撮ってくれるならなんかもうそれはありがたいことだから全然撮ってっていう感じで。期間としてはどのくらい密着というかこう撮影されてたんですか。5月から12月ぐらいまでで、うん、間が1ヶ月ぐらい空いてる時とかがあります。だいたいトータルで半年ちょっとぐらい。そうですね、半年ぐらい。結構な頻度で会われて撮られてたんですか。あんまり決まってな、定期的ではなかったですかね。やっぱりライブがあるごとにとか。そうですね。思い出し笑いしちゃいます。結構最初の方は撮らなきゃと思ってて、うんうん、大月さんの方もすごいあの協力してくださるので、あのライブあるよとか、うん、ここ行くよとか、なんかこの日空いてるとかって、うん、大月さんの方から結構連絡がくれてて撮ってたんですけど、ちょっと途中気がめいっちゃってその時はちょっとだけなんか自分勝手にこうちょっと頻度が減っちゃったっていう気はします。ドキュメンタリー、まあ、今回1本撮られたわけなんですけども、こちらドキュメンタリーの魅力ってどういうものだというふうに今思われてますか、監督は。実はドキュメンタリーはあんまり見ない方で、で、あ、それこそ今回あのコメントをお願いした、あ、今泉さんとか大島さん、あ、大島春彦さんと今泉力也さんが映画のコメントをくださったんですけど、あのお二人が撮られてたような映画ドキュメントの玉の映画とか高田渉さんの映画とかみたいな作品は面白いなっていうかいいなって思うんです、って見たいって思って見るんですけど、なんかどうしても自分の意図が強く
出るような気がして、それはもちろん劇映画もそうだと思うんですけど、だから難しいなって思いました。その今回あの監督がご自身自らナレーションされてるじゃないですか、あれって何かきっかけとかあったんですか？そのドキュメンタリーを月さんに撮らせてくださいってお願いした時に、今までの作品とか見せてって言われたので、見せた作品がそういうナレーションが、自分の声のナレーションが入ってる作品で、でそれが印象に残ってたみたいで、大月さんの方から言ってもらったんですけど、私はそういう作品を撮ってきたから載せたくなくて、ナレーションは迷いました。結果的にそのナレーションを、まあ初めは嫌だったけど載せられた理由って何かあったりするんですか？そうですね、大月さんがもちろん魅力的で撮りたいって思ったことはあるんだけど、なんかどっかで大月さんと自分を重ねてる部分もあって、ナレーションはその大月さんの説明するだけじゃなくて、あってよかったのか分かんないんですけど、自分のこととかも語ったりとかしてて、一応ドキュメンタリーっていう風にはなってるんですけど、自分としてはなんか大月さんのドキュメンタリーっていう感じでもないかなと思って、だからナレーション入れてもいいのかもって思って最終的には入れました。監督の声がすごく可愛らしいというか、すごいいい意味で女性らしくて可愛らしいお声をされてるので、なんかこう映画をパッて見た時に、最初にこうベロベロのおじさんが出てくるそう、まあまあそうね、この人追っていくんだ、このおじさん追っていくんだと思った時に、その方向を示してくれるのが可愛らしい声だったからこそ、なんかこうミスマッチじゃないですけど、それが逆になんか引き込まれる一つの、要因でした。ありがとうございます。大月さんってあの監督がその半年間一緒におられて、どういう方っていうのが印象としてありますか？一口で言うと謙虚謙虚、すごい謙虚だなって思います。なんか人との距離感取るのが上手な気がします。っていうのはどういうことかってで思ったかっていうと、その酔ってない時すごいおとなしいんですよ。でも酔ってる時もなんかはちゃめちゃに見えるけど、あの絶対に人に対して失礼なこと言ったりとかしないし、この人は大丈夫、この人はダメっていうちゃんと線引きがあるっていうか、それは多分もともと持ってる大月さんの謙虚なところなのかなって思います。さっきおっしゃってた自分ご自身と重ねられた部分ってどういうところだったんですか、大月さんと。ああなんかごめんなさい、そうやって言われるとあのちょっとこううまく言葉に表せない部分もあるんですけど、でも似てるってさっき言っちゃったんですけど、あなんかこの人みたいにいられたらいいなっていう方がもしかしたら強かったかもしれない、自分で言うのどうかと思うんですけど、あんまりなんかダメな人間だなって思っちゃうのでなんかまあお酒がある意味そう共通法なのかなってお二人で最初思、見てて思ってて、なんか結構そういう仲の人っているじゃないですか、いるんですけど、いるじゃないですか、そういうなんで俺この人と仲いいんだろうみたいな人ってなんかわかんないけど、なんか妙によくいるな一緒にみたいな人って結構いる気はしてて、いますよね、それなんかわかりますね。私もなんかあ全然ちょっとベクトルが違うかもしれないですけど、大学の時とかにも私もなんかおじさんの友達がいて、なんかすごい仲良くなったんです、飲み屋で、なんか飲んでて、いや本当そうですね。でなんかその人も確かに自分もなんかかっこいいなみたいな思ってるところがあって、あその恋愛とかは全く関係なくて、なんか人としてすごい素敵だなって思うところがあって、なんかそれで自分が大人になったなって思ったんですよ。なんか大人に憧れることができた自分みたいな、なんか自分の成長を感じたりもしたしましたね。なんかあれで今思い出しました、意外とだからねみんな見て意外とそういうことあったんだって今思った。みんなあるんだね、いやいますよ、やっぱそういう存在はね、何十年と生きてくるとね、なんかあの作品を拝見しててすごく
印象に残った、まあ、今あの大月さんの人柄の話も少し出ましたけれども、あの大月さんのところにすごく人が集まってくるようなイメージがあるというか、結構大月さんがそのライブとかで酔っ払ってあのお板をしたりとかもあの話の中であったんですけれども、それにもかかわらず結局は大月さんのところに人が集まってくるという印象を受けたんですけれども、そのあたりは、永瀬監督は撮影されてて何か感じられたことはありますか？自分もやっぱ最初は、まあ、もちろん最初から大月さんの周りにはたくさんの人がいたんですけど、でも話を聞けば聞くほど、見てれば見てるほど、やってることがすごいよく許されるなみたいなだけど、なんかまあそれで大月さんとこう会わなくなっちゃう人とかもいたみたいなんですけど、なんかでも多分今周りにいる人とか大月さんの周りにいる人っていうのは、多分でも私も似てるのかもしれないです。なんか大月さんのダメな部分だけピックアップしない人たちなんだろうなと思って、なんかその人の一面でしかないわけじゃないですか、何かをしちゃうとかも、だからかなって思います。でもなんかわかんないけど、多分引き寄せられちゃうみたいな人もいっぱいいるんだと思います。なんか大人になるとすごい、なんだろう、一回なんか人間ってミスするじゃないですか。ミスっていうか、なんか本当は自分が悪いのは分かってるけど、ミスっちゃうことってあるじゃないですか、人対人に対して。でなんかそれで一回ミスっちゃうと、なんか離れちゃう人が多くって、なんか私もそれですごくなんか、自分が悪いけど、自分が悪いんだけどみんな離れるんだとかすごく思った時期とかがあってなんかそれで私割とその周りが昔から知ってる人たちだけにで固めちゃうところがあるんですけど、うん、だからそのなんだろう、大月さんの周りにいる人たちとかを見て、この映画を通して見てると、あ、なんかいいなと思って、出会いたかったなっていうか、出会いたいなってすごく思える人たちでしたね。でもあれなんですよね、その結構その、まあ、今大月さんの周りの方の話されてましたけど、その周りの人たちが結構すごい人たちが多いというか、うん、先ほど監督ももともとあのそのタマさんが好きだっていう話だったんですけど、はい、あれでも、まあ、年代的にはすごい上というか違うじゃないですか、音楽。あ、そうですね。それって何かなんでそこを好きになったんですか？もともとタマの電車かもしれないっていう曲があるんですけど、うん、それはなんか聞いたことがあって好きだったんですね。でもその後に、多分皆さんご存知だと思うんですけど、ロイ・アンダーソン監督のさよなら人類っていう映画があったと思うんですけど、それ見て、でその話をしたら、さよなら人類っていうのは映画じゃなくて音楽のタイトルじゃないかって言われて、調べたらタマだったんです、はい、ね、だからタマの他の曲聴いてたら、電車かもしれないも出てきたので、あ、同じ人だったんだっていうのもあって、なんかすごい嬉しくなっちゃって、うん、でどういう音楽が好きとかよく言われるんですけど、ジャンル、好きなジャンルとかって分けられますか皆さん？いや、難しいですよね、あの質問いや、音楽のジャンル聞くって結構な質問だと思いますよね難しいですよね、好きなのも好きだし、なんかうん、あんま聞かないものは聞かないしっていう感じです、ね、そんなになんか分けないですよね、自分の中で。そうですよ、これはあれ、これはあれみたいな。まあ人によると思いますけど、まあよるかもねインタビューというか、大月さんと話されてる場面で、手前にもビールが置いてあったところがなんか好きだったんですけど、あれはあの監督も一緒に飲んでたんですか？すごいわかるんですよ、大月さん自分だけ酔っ払うの、ああ何飲もうって言って、でも私は取らないといけないから、うん、あんまり飲めないと思ってゆっくり飲んだりとか、こう自分なりに工夫するのってバレるんですよね、すぐ、まあ、ペース配分してると大月さんすぐ気づかれると。すぐ気づきます、ね、なるほど。だから結構撮影終わる1日丸1日撮影とかすると酔っ払って大変だったりはしましたいや、まあ、結構じゃハードですね、そういう撮影そうか、
監督自身も飲みながらじゃないといけないから、そういう意味でもハードですね。後で見返して、あ、なんか何を自分は言ってるんだって思ったりとかで、こうせっかく大月さんの面白いシーンとかが撮れてても、自分のなんか変なこととかが入ってると使えないとか。あ、それで切った部分とかはあったんですか？なんか結構あった気がそんな変なこと言ってたんですか？だってなんかいらないって、喋んなってやばい、見たい、むしろそこも見たいです、ね、確かに確かに、監督が気になってるだけで、見てる側はちょっと見たい絵なのかもしれないですよね。本作の MVP 誰か挙げるとしたらどなたでしょうか？娘のかなえちゃん。あ、娘さん、娘さんも音楽やられてるんですよね。あの軽音楽部だったみたいで、今声優さんなんですよ。あれですよね、撮影当時が高校3年生でしたよね、うん、確か最後のライブにね、学園カラオケ行く場面があるじゃないですか、あそこでの、まあ、親子のやり取りというか、うん、まあそんなにしょっちゅう会ってる親子じゃないから、ちょっとぎこちなさもあったりだとか、あそこすごく印象的だったんですけれども、あの実際に監督が2人の関係ご覧になってて、どうでしたか、どういう関係でしたか？か、不思議な感じがしました。なんかお月さんからお話は聞いてたんですけど、あんまり会えないみたいな、月に1回会うか会わないかみたいな、でもかなえちゃんのお母さんだから、一番最初の奥さんとも別に関係も良好だしっていうのは聞いてて、なので、でもそれって実際見ないと分かんないから、うん、で会えば普通に話すけど、なんかでも分かんないですね、人の親子関係って。自分も多分きっと父親に対してはこういう感じで接してるから。あ、でも大月さんがすごいメロメロだなと思いちなみにその MVP を上げようって思われた 理由みたいなものって何か？作品にちゃんと映ってるかどうか分かんないんですけど、うん、その大月さんがバンドのメンバーとか、うん、と友人とか、あのゲストのミュージシャンの方とかと接してる時以外のなんかちょっと気が抜けてる部分みたいな、うん、気が緩んでる家族にしか見せない部分みたいなのが私は見させてもらったなと思ったので、それはかなえちゃんと会ってる時にしか出せないものだったと思うのでですかね。この作品で、伝えたいことですとか、まあ、どんな人に見てもらいたいかですとか、そういったところについてのお話いただきたいんですけれども、人生うまくいかないなって思ってる人とかが見てほしいなって思います、うん、まあ、みんなきっと自分の思うような人生なんて生きられてないと思うんですけど、まあなんだろう、わかんない、まあばっかり言っちゃった。そういう人も、あの自分のしたいことをやって生きてる人もたくさんいると思うけど、なかなか難しいじゃないですか。で、人のこと羨ましいって思ったりとか妬ましく思ったりとかってあると思うんですけど、なんかそういう人に見てほしいなって思います、うん、いやすごい刺さりました。監督がそういうご自身の話も合わせて話されているところがあるじゃないですか、何個か。すごい、なんかすごい刺さりましたね、私もありがとうございます。俺もあんな風にちょっと酔っ払っていこうって思いましたどんな風に？いや、めちゃめちゃいい酔い方しますね。いや、まあまあね。まあ、劇中で見えてる部分で。あれ、最高の酔い方してんな、この人って思ってずっと見てましたね。飲んでいいですか、私。飲んでいいですよ。今のタイミングで取りに行く？もう終盤よ。いや、お酒ね、ほんと楽しく飲めるといいですよね。ほんまに開けた。なんか開けたな。
今後ですね、まあ、ちょっと冒頭にお話もありましたけれども、監督が、劇映画を撮られる予定とかってあったりするんでしょうか。まあ、ドキュメンタリーでもいいんですけど、もし今後の何か作品の予定とかありましたらお話いただきたいなと思うんですけども。実はその撮りたいと思ってた作品はあって、なんとなく大まかな構想とかは決まってたんですけど、そのコロナが流行り始めてからなんか人を集められないなと思っちゃって、なんか私はちょっとそういうなんだろう、できないタイプだったんですね、そういうことが。だからなんかちょっと止まっちゃって、なんかでこう長く続いてるっていうのもあって、ちょっとだけやる気がこう落ちてきてはいるかな。なんかあんまりコンスタントに作品作れるタイプじゃないので、なんか今作ろうとか今やろうって思った時にやって、なんか後で困ったりとかすることがすごい多いんですけどコロナ中の撮影とかだとね、なかなか大変ですね。まあ我々も現場とか行くといろいろ対策とかもしなきゃいけないしとか、まあ少し気がめいたりするところもあるんですけど、はい、そうです、開けてから撮りゃいいじゃんとか思ったりもするんですけど、でもそれもなーっていう、なんか結構そこら辺でもやもやしたりとかはありますよね。モチベーションがねなんかだから今しか撮れないみたいな、なんかあとは臨機応変に変えられる人とかってすごいなって思います、うん、なんかこのさんの希望の国とか好きなんですけど、あれも震災のことを描いてるじゃないですか、うんうんうん、なんかああいう風にそういうエネルギッシュさって自分にはないからかっこいいなって思います。なんかダメなんですよね、すごいゆっくりなんで、その思考がなんか追いつけないですね、状況に、うん、劇映画作品を楽しみにして。そうですね、はい今現在も結構大月さんとは交流はあるんですか？実は映画がきっかけで久しぶりにお会いしました。でもオンライン飲みとかはたまにやったりとか。あ、まあそうですね、このご時世じゃなけりゃっていうのは結構ありますよね。なんか北千住に住んでたんですけど、北千住離れちゃったので、うん、それもあってちょっとあんまり会わなくなっちゃいました。このご時世大丈夫かなって思ってましたもん、大月さん。なんか飲めない、あんまり外で飲めない状況、生きていけるのかなって思って結構外で飲む頻度の方が多いんですか、大月さんは。いやでも多分お家で飲んでる方が多いんじゃない、なんかそんな感じしましたね、作品見る感じ。行きつけの飲み屋はありましたね。いや俺この作品見て気になっていろいろこう大月さんを検索してたんですよ、うん、そしたらYouTube で配信をしてて、娘さんと元奥さん3人で1時間ぐらい弾き語りをやってるのがあって、あ、すげえいいなこれって思ってました。でもいい関係性ですよね。いやその本当関係性が素敵だなって思いました、うん、なんかなんていうんですかね、そういうなんか縛られないっていうか、別に結婚してるか一緒います、うん、離婚したらさようならっていうわけじゃなく、別になんかそういうのはあんま気にしない関係というか、うん、なんか元奥様もなんか尊敬はしてる、音楽に尊敬はしてるみたいなおっしゃってました。ありがとうございます。うん、じゃあ、バツ2だから奥さん2人。あ、そうそうそう。2人目の奥さんがね、そういうの。2人目の奥さんが。2人目の奥さんが。上映の告知の方をお願いしたいと思います。アップリンク吉祥寺で9月17日から上映されます。うん、あと、名古屋シネマスコーレで10月9日から10月15日とアップリンク京都で上映してもらう予定です。
ちなみにパンフレットの販売もあるということなんですけれども、こちら少し紹介していただいてもよろしいでしょうか。パンフレット600円で販売します。読み応えがあると思います。スカビチスカビチですね、はい、聞こえてくださいました。ありがとうございます。600円ということなので、皆さんぜひ劇場に行かれた方はお買い求めください、はい。シネマチュラリズム、こちらの番組の方の、視聴者の皆様へのメッセージを、監督の方からお願いしたいと思います。映画を見に来てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。最後ですね、シネマチュラリズムのポーズで締めたいと思うんですけれども、ポーズ大丈夫そうですかね。そうですよね。こうですね。ちらっと、はい、久保さん、はい、掛け声の方をお願いできますでしょうか。はい、では、はい、いきます。はい、せーの。シネマ、シネマチラリズ ム、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ皆さん、チャンネル登録、高評価、コメントどしどしお寄せください。ありがとうございました。